こんにちは。ポンコツは永久に不滅です。 SJ です。今回は SJ チャンネルが3周年を迎えましたので、感謝の気持ちをお伝えする動画になります。おかげさまでチャンネルをスタートして3年となりました。これもひとえに皆様のサポートのおかげです。心より御礼申し上げます。いろいろな形で皆様がサポートしてくださるからこそ続けることができています。本当にありがたいです。しかしですね、3年経ってもあまり進歩がないですね。もう今でもひどいありさま。もう滑舌とかまあいろいろですよ。でそこでこの間成長があったのかどうか、3年前の動画を見てみようと思うんですよ。まあそしてこれが前もってちょっと見ると、これがさらにひどいんですよ。まあどいひそこで今回はそれでも割と評価をいただいて22万再生、グランドセイコーの初期の動画を再編集してちらっと見てみようかなと。ですので、まあ、これから流す動画はカット編集で音楽などが飛んだりしますが、まあ、どうぞお気になさらずお願いします。まあこれかなり恥ずかしいです。まあ、だがしかし皆さんに育てていただいているチャンネル、恥ずかしさを振り払って言ってみますよ。とはいえコメント欄を見ますと、例えばこの動画を見て購入しましたとか、感性で伝えていて素晴らしいですねと肯定的なコメントが多いんですね。意外です。まあ、それで、まあ、調子に乗ってこうポジティブに捉えると、素朴な感じとでも言いましょうか。それが良かったのかなと。では前置きはこのぐらいにして、恐怖の動画一緒に見てみましょう。レッツラッゴー。母ちゃん大量だよ。いやこれは母ちゃんに言ったら怒られるか。若干声を張り気味にしていきます。もう見えていますね、グランドセイコーです。Let's open it。 これは、ゴールデン登録に来ましたよ。 GS オリジナルですね。これよくついてるんですよね、ありがたい。そしてメタルウォッチストラップスプレークリーナー、クリーナーですね。ああ、なるほど、OK。 で、これがオーバーナイターですね。夜寝るときに置いておく場所。もう開けますよ。ぎゅーっとリフトアップすると開けます。はい、そしてこれは 9S メカニカル、このサーティフィケートがついて、ぷーいぷーいと言ってしまいました。ふぅいいね。ふぅ、これビニールの上だとねなかなか魅力が伝わらないですよね。まずは後ろのバックルを外して、このビニールをね取りましょう。プラスティック、時々英語が入るんですけど、下手な英語はですね、これはやっぱり外国の方も見ていらっしゃいますので、これいきますよ。すっごいな。さあ今回の購入、グランドセイコー SBGR253 ブラックダイヤル、幅が 37mm のモデルですね。2017年からですかね。最初はどうだろう、小さいかなと。今のスタンダードがもう 40mm に近いじゃないですか。どうかなと思ったんですよ。よりクラシックなサイズ感で、ラグトゥラグ縦の部分が 44.5mm、 シックネスですがこれが 13mm なんですよ。
で例えばで私が思ったのが体積で考えてみたんです。つまり 3D ですよね。でその比較対象というのがこの 9F クォーツ。クォーツモデルは幅が 40mm、 ただ体積で見ると厚みが 9S は 13mm、 クォーツモデルは 10mm ですので、この体積で見た時にそんなに小さく見えないのではないかと。とにかくですね、細かい部分に至る仕上げですよね。まずは素晴らしいですね。もうワンダフルですよ。もうすごいとしか言いようがない。はあ、これは毎日使うのがもったいないぐらいだな。しかもですね、風防がカーブドサファイア、この金属感ですね。どこまで話しましたかね。まあ私の話なんてどう、細部を見ていただきましょう。もう鏡ですよね。どれだけ磨くんだっていうぐらいの、もう誰でも知ってるぐらいのザラズっぽいしで、ちょっとクラウンの部分へ行きましょう。一つ引き出して上で日付送りがされます。少し音が聞こえます。でもう一段引き出すと、もうこのシャープさはもう尋常じゃない感じの、どの角度からでも光って視認性を高めるように細かいカッティングが入ってます。この今11時のバーを見てくださいね。なんか自発光してるのかなっていうぐらい光りますよね。これは縦に鋭いエッジが入っていますね。よりライトをキャッチする。後ろにあるクォーツモデルとはまた違った魅力があります。まあ同じメーカーを2つ買ってどうするのと、いやそういう感じではないですね。全く別物ですね。そしたらちょっと裏に回りましょう。裏はもちろんシースルーバックで、この裏の仕上げもコートドジュネーブ、とっても綺麗。グランドセイコーといえばこのアジャステッドトゥーシックスポジションズアンドテンプラチャーとありまして、6の姿勢差で温度で調整していますよと。クロノメーター検定よりもさらに精度の高いこの GS 規格、もう少しねアピールしてもいいような気がしますね。知っている人は知っていますが、あとこれガラスにこれ透かし、ほらほら薄くキラ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 、すごいなこれは。いやーため息が出るな本当に。この動画を通して見るのと実物を見るのとではやっぱり違いがありますね。でも想像することはできますよね。映像よりも実物の方がいいというのが大体じゃないですか。そういうところを鑑みた上でご覧になっていただくと、よりこの良さが伝わるのではないかと。スイスメーカーももちろん大好きですね。そのタイムマネーの努力、長い
伝統がありますよね。もちろんリスペクトです。ただこのに日本の国にグランドセイコーという、何か落ちましたけど、モデルがあるというこの幸せ感、ハッピネスですね。これをお伝えしたいんですよね。で、精度を測ってみましょう。早速水平にしてですね、これは、まず左からマイナス2セカンドパーデイ、28800振動、マイナス3秒で出てますね。はい、マイナス5になってますけども、ちょっとマイナス傾向のある個体ですかね。この驚異的な性能がどれだけすごいのか、じっくりとエイジングの部分でレポートしていきたいと思います。これは半端ねえね。はい、それではリストショットになります。このブレスの付け心地もピターッと吸い付くような感じでですね、快適ですね。これは全くこう動かない、サイズがぴったりであることもあるんですけれど、付け心地ももちろんいいですね。はい、でサイズ感はこんな感じに映ります。私の手首周りは 17.5センチ で、この37ミリ幅の GS で、厚みが13ミリちょうどになります。この逆ぞった感じというんですかね、こう下から上に反り上がる感じのこのエッジの効かせた方、角度美しいですね。で、視認性はもちろん抜群です。ほぼ鏡のような反射をしています。少しね、ぐる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 回して、どこからでもキラ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 光る時計になってます。で、このブレスとかこのケースのこのサテン仕上げの部分ですね、これもこう削り出し感というんですかね、これは映像の方がよく伝わっていますけれど、ステンレススチールモデルですね。綺麗だな、もう見とれて、もうなんかもう、まあ説明はいらないでしょうね。 No explanation。 これワイシャツのリストショットも見ておきましょう。いつもブルーのシャツ、これは私なりのこだわりがありまして、まあいわゆるファーストリテイリング社の スーパーノンアイロンシャツなんですね。つまり豪華な時計に、まあ割とお値打ちのシャツを着ることによってどう映るか、どう見えるかを再現しています。そうですね、手首から出るとこのような感じですね。何の問題もありませんね。はあ、もうため息しか出ないですよ。もう喋りようがないと言いますかね。いやー、すごいわ。すごいです。これは持っておくべきでしょう。最高ですね。グランド最高みたいな、違うか、失礼しました。まあでもそれぐらいもう絶賛するしかないですね。その価格帯で実現しているということですよね。
感想としましてはですね、一発目のやはりこうため息が出てですね、あんまりこう口は回らなかったという感じですね、が率直なところで、まあ喋る必要もないんだろうと。すごいわ、すごいとしか言いようがありませんので、もうこの辺りで動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございます。いかがだったでしょうか。果たして少しは成長しているのでしょうかね。まあ、自分でも意外なんですが、この動画を見ますと進行具合などはそんなに変わっていないんです。まあ、その当時一応ポンコツなりに流れを考えて作っていたんだなと感じました。桃栗3年柿8年、いつもご覧くださりどうもありがとうございます。これからも少しずつですが、より良い動画になるようがそばりますので、どうぞお願い申し上げます。それでは皆様、今日も明日もお元気でいってらっしゃい。